皆様こんにちは。セブンス・デ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。それでは聖書研究ガイドの学びに入りたいと思います。最初にお祈りをいたします。天の神様、ただいまから聖書研究ガイドを通して神様の御心を教えていただきたいと存じます。どうぞ私たちの必要をお満たしください。また司会する者の唇を清めくださって、語るべきものを語らせ、語ってはならないものを語らないように清く守り、豊かに用いてください。イエス・キリストの御名前によってお祈りいたします。アーメン。今週は第4課、神はどのように私たちを救出されるかです。今週のテーマ、パウロは1章からイエス様による霊的な祝福について語っています。それがいかに恵みに富み、栄光に富み、そして偉大であるかをパウロは1章において語りました。そしてこの2章においては、その祝福をさらに際立てるために、イエス様を知る前のエフェソの人々の状態と対比させています。2章の1節は、あなた方はから始まります。そして11節ですから、思い出してください、あなた方は以前と始めています。パウロは人々がいかに悲惨で絶望的な状態であったかを描いています。そうした対比によって、神様の御業がいかに偉大で素晴らしく栄光に富み、恵みに富んでいるかを知らせたいと願っているのです。今週はエフェソの信徒への手紙2章の1節から10節、その中から以前のあなたと今のあなたの比較から、神様の御業の素晴らしさを学んでいきます。日曜日、サタンに欺かれかつ死んでいた者、エフェソへの信徒への手紙の2章の1節をお読みします。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。パウロは初めからかなり、強烈な言葉を使っています。あなた方は死んでいたのです。私は個人的にここからイエス様の御言葉を思い出します。ガイドでは使われていませんけれども、新約聖書ヨハネによる福音書5章の25節です。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。自分が実は死んだものであることを認めていくときに、私たちはイエス様に会って初めて生きるものへと変えられていくのだと思います。パウロはここで過ちと罪のために死んでいると言っています。過ちとは罪となる境界線を過ぎ越してしまうという意味です。規則や決まりごとに違反することです。そして罪とは、もともとの意味は的外れ、神様から離れた的外れの生き方を示しています。この過ちと罪の中で人々は死んでいました。続いてエフェソ2章の2節、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。罪の中に生きるということは、この世の支配に従うようになっていくことを意味しています。ここで従うというのは、流されていくと言い換えた方が良いのかもしれません。死んだ魚が流れに従って下流へと向かうように、
罪の中で死んだ者がこの世の流れのままに翻弄されていく様を表しています。そしてこの世の流れに従っているだけではありません。空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従いと書いてあります。空中の勢力を持つ支配者というのは悪魔サタンのことです。聖書にはいくつかの天が出てきます。まず空としての天、そして神様の御座がある神様の国、天国もまた天と呼ばれています。そしてここにある空中の天です。天国から追放された悪魔は今この空中の天にいるのです。そして神様に不従順である者たち、神様に背を向けている者たちの中にこの悪魔が働いています。神様から離れて自分は自由に生きていると思っている人も実は悪魔に従っていたりするのです。月曜日、以前は肉の欲望のままに生活していた者、エフェソ2章3節をお読みします。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。ここでは私たちも皆かつては不従順であるものであったこと、そして肉や心の欲するままに行動していたことが語られています。私たちもまた生まれながら神様の御怒りを受けるべき子供たちでした。肉の欲というのは体にある欲求を過度に無制御に求めることです。食欲は正常な体の欲求ですが、過度に求めるとむさぼりになります。性欲もまた健康な体の欲求です。しかし過度に無制御に求めると不貧困や肝炎を起こすことになります。また心の欲するままというのは自慢や傲慢、妬み、自己称揚、憎しみなどそのような思いの中にある欲望をコントロールすることができずに発散している、またそのように思いを心に満たしてしまうことを言っています。そしてこのような生き方をしていると神様の御怒りを受けることになります。罪の中に沈んでおり肉の欲の中に生き、最後は神様の裁きを受ける、これが私たちの運命でした。火曜日、キリストと共に復活し昇天し天の王座に着く。ところがエフェソ2章の4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、しかしという言葉から始まります。滅びるばかりの私たちに神様ご自身が介入されます。エフェソ2の5、6、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に着かせてくださいました。神様は死んでいた私たちを復活生かしてくださいます。先週のガイドの学びでは、神様がその力を働かせてイエス様を死者の中から復活
活させ、天においてご自分の右の座に着かせられたことを学びました。今回は神様がイエス様に対して働かせたそのお力をもって、私たちにも働いてくださるということを学んでいます。神様はまず私たちを生きるものとしてくださいました。罪の中に死んでいた私たちに永遠の命をお与えくださいます。そしてそれだけではありません。イエス様は神の右の座についておられますが、私たちも天の場所に座らせてくださいます。これはものすごいことです。私たちは今この地上にいるのですけれども、天におられるイエス様と共にいます。私たちはすでに天に属するものとさせられているのです。イエス様のご再臨の時、私たちはこの聖句を文字通り体験することになります。イエス様のように肉体をもって復活し天に上げられます。そして天の住民となってイエス様と共に生活をするのです。水曜日、今恵みによって永遠に祝福される。そしてパウロはこのことを行ってくださるのはただただ恵みによるのですと言います。私たちはその祝福を受けるだけの資格を持ち合わせていません。資格のないものがいただくことを恵みと言います。神様が私たちをお救いになったのは、純粋にこのお恵み以外にはないのです。エフェソ2章の7節。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。この聖句の意味は一言で言えば、イエス様の恵みが掲示されるのは永遠という時間を費やされるということです。現代に生きる私たちもまた神様の恵みによって同じ祝福に預かっています。そしてその恵みはイエス様のご再臨の時、その全貌を表すことになるでしょう。木曜日、今神によって救われる。パウロはこの恵みについてさらに詳しく言及します。2章の8節、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。私たちの救いは神様からのプレゼントです。決して私たちのものではありません。神様が賜物としてお与えくださいました。ところがここでの日本語訳は私たちを少し混乱させるかもしれません。それは恵みにより信仰によってと訳されているところです。私たちの救いは恵みによるのだろうか、信仰によるのだろうか。恵みによるのならばそれは神様のものです。一方、信仰によるというのであるならば、それは私たちの持っている信仰。私たちの救いはどちらを根拠にしているのでしょうか。もし私たちの信仰心が救いの根拠とされるならば、それは至って心配です。私たちの中に信仰心の深さ、強さがあるかもしれないからです。私はあの人ほど信仰心が強くないので救われないかもしれないと思ってしまうかもしれません。実はギリシャ語ではこの恵みによってと信仰によっての2つのよってという言葉は
明らかに違っています。それを分かりやすく表しているのが英訳です。恵みによってについては by grace、 by という前置詞が使われています。一方信仰によっては through faith、 through という言葉が使われています。つまり救いの根拠、その理由はどこまでも神様の恵みによるのです。そして through faith、 それは信仰を通して受け取ることができるという意味です。この関係を分かりやすく説明した例え話があります。私が溺れていたとします。そこにイエス様が来てロープを投げてくれました。私はロープをしっかりと握り助けていただきます。私は陸に上がってロープを握った自分の手に着目して自分の手に感謝を捧げるでしょうか。ロープを握り続けた私の手よ、ありがとう、まあ、そんなことはしません。イエス様に感謝を捧げます。なぜならば助けてくださったのはイエス様だからです。天国で私たちは自分の信仰を問うでしょうか。ここまで来られたのは自分の信仰のおかげだ。そうではありません。イエス様ありがとうございますとイエス様にご栄光を期すのです。2章の9節、行いによるのではありません、それは誰も誇ることがないためなのです。エフェソ2章の1節は、さてあなた方はから始まりました。そこにあるのは滅びるしかない自分、罪深い自分自身の姿でした。それに対して4節は、憐れみ豊かな神様から始まりました。救いはまさにこのお方、神様から出たものです。私たちから出たものではありません。ただし2章の実節、なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。ここで、作られたからですという言葉、ギリシャ語ではポイエマという言葉が使われています。この言葉から英語のポエム、つまり詩が派生しました。つまり私たちは神様の芸術作品なのです。ここに救いの目的がはっきりと示されています。救いの目的、それは最初に人間が作られた当初の姿に回復されることです。私たちに与えられていた芸術性を取り戻すことなのです。イエス様によって私たちはこの回復を手に入れるのです。もし私は救われたのだから何をしてもよいのだと神様の律法や神様の御心を忘れて罪の中に戻って行こうとするならば、それは神様からプレゼントされた救いではありません。くれぐれも別の救いに入らないように気をつけていきたいと思います。それでは黙祷をもって終わりにいたしましょう。